はい、皆さんこんにちは、もちだです。もっち先生の英文法入門編、形容詞と副詞の話、2回目の今回は形容詞と副詞というテーマでお話をしていきます。それでは今回もよろしくお願いいたします。形容詞と副詞、日本語の形容詞の連用形とそれに対応する英語の品詞というお話です。日本語の形容詞や形容動詞の連用形、語形で言うとくやにで終わる形ですけれども、この形容詞や形容動詞の連用形は英語の副詞に対応する場合と形容詞に対応する場合とがあります。例えばメアリーが美しく踊ったという日本語の文、この文は美しくという句の形、形容詞の連用形プラス動詞の形になっていますけれども、これを英語にすると Mary danced beautifully というふうに danced beautifully、 動詞プラス副詞の形になります。メアリーが英語を上手に話したという文は上手に話したということで、形容動詞2の形プラス動詞、形容動詞の連用形の後に動詞が続いています。これに対応する英語の方は Mary spoke English well となりまして、 spoke well ですね、動詞 spoke プラス well という副詞の形になります。一方でメアリーが美しくなったの場合は美しくなったですので、日本語としては同じように形容詞句の形プラス動詞、連用形プラス動詞なんですけれども、形容詞ですね。英語にすると Mary became beautiful、 became beautiful ということで動詞プラス形容詞というパターンに対応しています。そしてメアリーは英語が上手になったという文でも上手になったですから、これも形容動詞に2の形プラス動詞ですから、やはり連用形プラス動詞なんですね。でもこれも英語にしますと Mary became good at English、 became good です。 became という動詞プラス good という形容詞、動詞プラス形容詞というパターンに対応しています。今ご覧いただきましたように、ここには日本語のなるという動詞が絡んでいますので、ここで日本語のなるという動詞とそれに対応する英語の動詞のパターンというものを見ていきます。このなるという動詞なんですけれども、日本語では形容詞や形容動詞を取ることがありまして、形容詞くの形プラスなる、または形容動詞2の形プラスなるというパターンになります。この形容詞の句の形、連用形ですけれども、あるいは形容動詞2の形、こちらも連用形です。で、これが日本語の文の仕組みとしては修飾語として分析されます。で、これが述語であるなるという動詞を修飾するという仕組みなんですね。日本語では動詞の前で用いる形容詞や形容動詞は連用形になります。そして日本語の要件の活用、動詞、形容詞、形容動詞を要件と言いますけれども、これらの要件の活用は、後に続く語との形式的なつながりのためのものなんですね。あくまでも形式的なつながりです。つまり意味とは関係なく、連用形プラス動詞というつながりを作るわけです。ここ大事ですね。形の上での形式的なつながりで、意味に関係なく連用形プラス動詞というつながりになるということです。で、これに対して英語はどうなのかということですね。英語の方は動詞プラス形容詞なんです。はい、動詞プラス形容詞。そしてこの動詞が述語動詞になることがあって、その後に続く形容詞が保護、述語動詞プラス保護、V プラス C という形で分析されます。この形容詞は動詞の右側に置かれていますけれども、この形容詞は主語が変化した後の状態を表しているんですね。主語の状態を表しているわけです。すなわち、名詞が表している人、物、ことの様子を表していますので、形容詞を使うわけです。ここには意味的な使い分けがありまして、動詞が表す動作の様子であれば、これは動詞の修飾ということで副詞なんですよ。ですが、名詞が表すものや人の様子ということになりますと、これは名詞の修飾とか名詞の説明ということになりますので、英語ではこれを形容詞で表すと
という使い分けの仕組みがあるわけです。ここで英語の文のパターンをまとめていきます。形容詞を取る動詞のパターン。日本語では異なるパターンの文が、英語では同じパターンの文に対応することがあります。例えば、パンが硬いであれば、硬いという形容詞が述語ですので、形容詞文となるんですけれども、対応する英語は、The bread is hard。is hard ですね。is という述語動詞の後に、hard という形容詞が保護となっている SVC、主語述語動詞保護というパターンになっています。パンが硬くなったという日本語の文は、なったという動詞が述語になっていますから、動詞が述語の文、動詞文ですけれども、こちらを英語にしますと、The bread became hard となりまして、became hard。became という述語動詞の後に、hard という形容詞が保護としてつながっていますので、SVC、主語述語動詞保護というパターンになります。パンが健康的だという文は、健康的だという形容動詞が述語になっている形容動詞文。対応する英語の方は、The bread is healthy ですね。is という述語動詞の後に、healthy という形容詞が続いている SVC、主語述語動詞保護のパターン。パンが健康的になった。こちらは健康的にという形容動詞の連用形の後になったという動詞が続いていますので、これが述語ですので、動詞文ということですね。で、対応する英語の方は、The bread became healthy というふうに、became という述語動詞の後に、healthy という形容詞が続いている、主語述語動詞保護の SVC というパターンになります。そうすると、日本語のパターンというのは、主語の名詞がプラス述語の形容詞いの形というパターンと、名詞が主語で、形容詞くの形が修飾語で、なるという動詞が述語というパターンになっている。あるいは、形容動詞を用いると、名詞が主語で、形容動詞だの形が述語。そして、名詞が主語で、形容動詞にの形が修飾語で、なるという動詞が述語というパターンに、二つに分かれているわけなんですけれども、つまり形容詞自体が、あるいは形容動詞自体が述語の場合と、なるという動詞が述語になっている場合と、形容詞は形容動詞が修飾語と、そのようなパターンの二つのパターンに分かれている、枝分かれしているんですけれども、これが英語になりますと、こうです。名詞プラス動詞プラス形容詞ということで、すべて動詞の後が形容詞というパターンに統一して対応しているわけです。これが主語述語動詞保護という SVC のパターンになるわけですね。B 動詞のお話の時にも触れましたけれども、英語の文法では動詞を中心に考えるために、動詞の後に続く形容詞は保護という扱いになります。で、このパターンの動詞には B 以外の語も用いられます。例えば、She became tall であれば、彼女は背が高くなったという日本語に対応しますけれども、become を使ったり、あるいは、He got well soon。彼はすぐ良くなったのように、get ですね、を使ったりすることもあります。今回はここまでです。ご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録をしていただけますと幸いです。概要欄で文法能力開発のご案内をしております。どうぞよろしくお願いいたします。